はい、どうもこんにちは。民泊清掃マスタークリーニングの R 社長と申します。本日お話しする内容は、民泊清掃と駐車違反についてのお話をしてみたいと思います。民泊清掃するにあたって1ヶ月にどれぐらいの駐車違反を切られるかって気になりませんか？こちらの札ですよね。清掃を完了して車に戻った時に貼られていたことがあります。1台あたり、ましてや会社全体で1ヶ月にどれぐらい駐車違反を取られるのでしょうか。1台あたりで考えると約3ヶ月に1回ぐらいは駐車違反を貼られるスタッフがいます。で、会社全体で5台ぐらいで常時稼働していた時のデータで、だいたい1ヶ月に 2,3 件くらいの駐車違反を切られていました。それではなぜ駐車違反を取られてしまうのか。都内の物件の駐車場代ってものすごく高いんですね。高い例でお話をしますと、港区の駐車場代は10分で500円のところがあります。当然こういったところに車は止めれないんですよ。オーナーさんとゲストさんが考える良い立地の物件というのが、清掃会社にとって良い立地っていうふうにイコールにはならないことが多いんですよ。ゲストさんが良い物件と思ってるもの、それは駅近の物件じゃないですか。当然ホストさんも同じこと考えますよね。駅に近い物件というのは予約が取りやすいわけなんですよ。でも考えてみてください。都内の駅近の物件で物件の敷地内に駐車場がある、もしくは敷地内に駐車スペースがあるような物件、あんまりないんですよ。そうなると我々も駐車場に当然入れなければいけないじゃないですか。ただ駐車場に入れるにしても、都内の物件だともちろんエリアにもよりますけれども、30分で400円とか30分で300円とか、そういう物件がザラにあるんですね。それが戸建てだったりするとやはり1時間半から2時間ってかかってしまうんですよ。アッパーが3800円とか3200円とか、高いところだとアッパー4500円とか、もうこれ港区になると本当にそういう高い物件とかもあります。でも上限がものすごく高くて、30分あたりもめちゃめちゃ料金が高い、こういったところに止めないといけないことがありますよね。そうなると時間を気にしながら作業をしなければいけなくなるってこともあるんですよ。もう少し分かりやすい例で例えるならば、1回の清掃費が5000円のワンルームがあったとしますよね。オーナーさんは5000円でやってもらいたい、で我々も5000円でできる。しかし道が細くて車も路中ないし、敷地内にも止めることができないと。近くの駐車場に入れます。近くの駐車場の料金がすごく高かったりするんですよ。30分500円とか。そこでワンルームであっても一応1時間半見て掃除をするわけですよね。その30分から31分になるときに500円料金が上がるじゃないですか。かといってワンルームを30分以内に全て終わらすってことはまあ難しいと思うんですよ。それはもうちゃんとした清掃ができないので、1時間ないし1時間半、まあ、結果的に1時間半はかからないとしても、1時間10分とか、その作業開始から写真まで撮って報告を上げるところまで考えると、それぐらい時間がかかってしまうことがあるんですね。そうなると駐車料金って1500円とかかかってしまうじゃないですか。オーナーさんにとって5000円で清掃をやってもらうと思っていたところ、当然かかってしまうものとして駐車料金が1500円とかっていうふうにかかってきてしまうと、もともと想定していた金額以上のものになってしまうことが多いんですよ。そもそも清掃会社の車を止める駐車場代っていうのを頭に入れていない方がすごく多いんですね。で、そこでその予算感の話をするわけじゃないですか。我々もその物件を仮に5000円で受けたとして、駐金のリスクを張りながら仕事をするわけにもいかないですし、かといってがっつり駐車場に入れて清掃をしちゃうと数字が全く合わなくなってしまうこともあるので、オーナーさんと清掃会社でしっかりと金額の打ち合わせをしないといけないんですよ。今回話するのはそういうオーナーさんと直接お話ができた機会ではなくて、
清掃会社から清掃をもらっていた時に起きてしまった問題なんですね。そもそも論の駐車場のお金というのをこっちがもらえなかったがために駐車違反のリスクを張る物件がすごく多くなってしまったことがありました。都内の物件ですと駐車料金が高い、しかしオーナーさんは安くやってほしい、清掃会社はしっかり掃除をしたい、でも時間をかけすぎるわけにもいかない、こういうジレンマが発生するわけなんですよね。過去に我々が経験した例があります。確か墨田区の物件なんですけれども、オーナーさんが許可を取って民泊をやっていました。近所のおばちゃんが民泊に対して大反対だったんですね。車を止めていたとしても他の車にも迷惑にもならないですし、通行人にとっても邪魔にもならないところなんですけれども、目の前に車を止めて作業をすると必ずおばちゃんが通報するっていう現場があったんですよ。おばちゃんが通報して警察を呼びますよね。で警察が来ます。で警察の方と話をするじゃないですか。通報入ったんで移動してくださいっていう風な話にはなります。ただそれが駐車禁止エリアであれば駐車違反になってしまうんですけども、そこは駐車禁止エリアではなかったので駐車違反は取られないんですよ。でそういったことが何回も何回もあって、オーナーさんからすると邪魔にもなってないのになんで車移動しなきゃいけないんだろうっていうふうに思いますよね。我々からするしても、その誰かにその車を止めることによって誰かに迷惑をかけているわけではないんですけれども、そもそも論ご近所の方が民泊に対して反対をしているので、その民泊に関わる全てのことがそのおばちゃんからすると嫌なわけなんですよ。鬱陶しいんですよね。当然掃除にしても鬱陶しいですし、ゲストさんがスーツケースを持って部屋に入っていく姿も見たくないと思うんですよ。こういったこともありました。だからそこの物件が仮に駐車違反だった、駐車違反のエリアだったとしたらですよ、ものすごい数の駐車違反を取られていたと思います。まあ、2,3 回そのおばちゃんに注意をされるにあたって近くの駐車場に止めざるを得なくなったんですよね。オーナーさんからするとそこの部分までの予算は組めないっていう話 で私たちも仕事もとももう受けてしまっていたので、今更その駐車料金を出してくれないんだったら仕事はできませんっていうふうに言うわけにもいかなくて、物件自体が大きかったので清掃時間がやっぱり2時間以上かかっちゃうんですよ。そうすると駐車料金としてやっぱり1500円近くとか1600円とかもかかってしまったりして、ほとんど利益が出ないような状態でやらざるを得なくなってしまったというケースもありました。他にも私自身が経験した話として、都内の山手通り沿いの、100均があったんですけれども、私が清掃道具を電話で注文して、ですね、まとめてお願いしたことがあったんですよ。それを今から取りに行きますっていうふうに言って準備をしておいてもらいました。でお金はもうすでに払っていたので取りに行くだけなんですね。100均の目の前に路駐をして、それで今から行きますって言って物を取りに行くじゃないですか。でお店の中に取りに行ったらスタッフさんが奥から段ボールを持ってきてできてくれて、私はそれにサインをしたんですね。サインをして車に戻ったらもうこの札が貼られてたんですよ。時間にすると約 2,3 分なんです。 2,3 分なんですけれども、 2,3 分で切られるってことは、私が車を止めた時点で左右をぐるっと確認したら、おそらく視界に入る中にグリーンマンがいたんですけれども、私がその作業を怠ってしまったというのと、そこの100均自体に駐車場がないので、そもそももう物を受け取るってなると、もう一瞬の路駐をするしかないんですよ。で、まあ路駐をしてしまったから駐車違反取られたという大前提はありますけれども、この短時間で取られたら車でここの100均はもう絶対に買うものが決まっててもいけないなと。ただ私はレジにも並んでいなかったのに切られちゃったわけじゃないですか。まあ、これはすごく運が悪かったなという話です。では対策として何があるのか。民泊清掃で駐金を取られない、駐車場に入れずに駐金を取られないためにはどうしたらいいかというところでは、まず敷地内に止める。これは物件の敷地の中に駐車場がなくても車を止めるスペース、止めるというか、まあ、一時的に止めても迷惑がかからないスペースがあるんであれば許可を取った上で止めさせてもらいます。この敷地があるものというのは
非常に助かります。オーナーさんからしても経費を抑えることができますし、我々からしてもそこの敷地に止めている限りは問題ないんであればすごく助かるわけですよね。その次ですね、見ながら作業をするという時もあります。以前清掃会社から私たちが清掃を受けていた時に、絶対に駐車場に入れた時点で合わないっていう物件を受けてしまったことがあったんですよ。この時はどうしたかというと、窓の外から見えるところに止めました。で、見ながら作業を してたことがあります。2分に1回窓で確認をしながら作業をしていたんです。で、それも近くの駐車場に入れちゃうと駐車料金が高くて駐車場に入れれないんですね。入れた時点でもう数字が合わなくなってしまう。窓から車が見えるところに止めて車を見ながら作業をしていました。それでも水回り、トイレであったりとか、お風呂、キッチンの掃除をしている時というのは窓から離れるわけなんですよ。そうなるとそこの間で切られてしまっていたことも実際ありました。で、切られなかったとしてもやっぱりその気にしながら仕事をすると確実にミスが出たり、本来だったら見落とさない場所を見落としてしまったりする可能性があるんですよ。なので大前提、しっかりとした予算の中で駐車場に止めるとか、車のことを気にしない状態で仕事をしないといけないんですよね。対策その3としては、しっかりとした予算をもらうということです。これはもう駐車料金、問題のない駐車料金を予算の中に組み込んでもらえることができれば、トラブルもなくしっかりと、清潔に清掃することができます。対策としてはこの3つですね。次にお話しするのは私の経験談です。港区の現場だったんですけれども、港区 の駐車料金が恐ろしく高くて、物件の目の前に駐車場があるんですけれども、アッパー3800円とかなんですよ。で、20分で、600円とかの金額がかかっちゃうんで、まあまず入れた時点で絶対合わないじゃないですか。だから私はその500メートルくらい歩いたところに枠の駐車場があって、道路沿いに枠の駐車場あるじゃないですか。300円入れて60分止めれるやつですよね。ランプがチカチカするやつ、そこに入れていたんですよ。途中で60分の確認に行った時に、60分手前で車を動かしに行ったんですよ。で、1個前の列にも枠があったので、車を前にこう動かして、またお金を入れてっていう風に言って、掃除に戻ってっていう作業をしていたんですけれども、私がその掃除を終えて枠に戻った時に時間過ぎてることに気づいたんですね。で、やばいなと思って小走りで戻っていたらグリーンマンがいたんですよ。で、グリーンマンがいて、私は声を出しながら小走りで走っていって、すいませんすいません、今どけますっていうふうに言って、運転席に乗り込もうとしたんですね、ドアを開けて。だから私がこう運転席のドアを開けるじゃないですか。グリーンマン目の前にいるんですよ。この距離で目が合ってる状態でこれをパンって貼られたんですよ。で、いやいやいや、ちょっと待ってよっていう話をして、今どけるって言ったじゃんって私は確かに言ったんですけれども、ただ12分過ぎてたんですよ。大前提、12分過ぎてしまったのはもう私の落ち度です。それは紛れもないことなんですけれども、目の前で目が合ってる状態で貼るっていうのはどうなのかなって思ったんですよ。何か意見があるんだったらここに電話してくださいって言われて、ここに書いてあるその番号を指さしたんですよ。で、私はもうこれ以上この人という話をしてもしょうがないと思ったので、あ、わかりましたっていうふうに言いました。で、実際電話もしてないです。ただ後々話をいろいろ聞いてみたりとか調べてみると、もうこの黄色い紙をこう打ち込んで出してる時点で相手方も引けないみたいなんですよね。もう取り消しにできないと。だから目の前でこの目が合ってる状態で貼られてしまったって事実はありますけれども、もうプリントしたものをこう手に取った時点で多分もう私の負けなんですよ、それは。だからもうこれはしょうがないなと。で、もういい経験だというか一つのネタだったなっていうふうに思って、それはもう潔く諦めました。ただ一つその中でも嬉しいことがありました。罰金を払わなきゃいけないなと思って納付書を待ってたんですけど、納付書が届いたんですよ。
ったらいつもの罰金って駐車違反って1万5千円なんですけれども、枠の中での駐車違反っていう風な形になるので、罰金の納付書の金額が1万円だったんですよ。だからなんか5千円だけ得したなっていう風な感覚。まあ、1万円の罰金と経験値を手に入れたということで、これはもう私はプラスに解釈はしております。はい、本日は民泊の駐機についてのお話をしましたが、うちの会社のスタッフみんな揃って言うことがあるんですよ。駐勤を切られたら必ず言う言葉が一瞬でしたって言うんですよ。一瞬目を離した隙にとか、本当に一瞬だったんですよねっていうのを必ずみんな言います。そうなんです、一瞬なんですよ。1分でも2分でも一瞬なんですよ。一瞬であっても切られる時もありますし、30分1時間止めてても切られない時はあるんですよ。本当に駐車違反に関しては運だと思います。タクさんが駐勤を切られてしまった例としてこんな話もありました。車をコインパーキングに入れて清掃を完了させたんですね。で、清掃を完了させて写真報告を上げた後にオーナーさんからさらに余分に入れてくださいっていう風に言われたことがあったんですよ。もともとその部屋にスタッフが6個の予備のトイレットペーパーを入れていたんですけれども、オーナーさんにその場で終了報告をしたら、さらに12個トイレットペーパーを予備で入れてほしいっていう風に言われたんですよ。その終了報告はスタッフはもう車を駐車場から動かして少し走り始めてからそれを言われたんですけれども、すぐに戻れる距離だったのでスタッフは1回戻りました。で、トイレットペーパーを入れるためだけだったので、そのアパートの目の前に車を止めて、集合ポストの中のキーボックスから鍵を出して部屋に入りますよね。トイレットペーパーを設置して設置した写真を撮りました。そして部屋の戸締まりをもう一度して鍵を戻して、車に戻ります。その2分の間にやられていたこともありました。一瞬でした、スタッフは言っていました。本当に運が悪い時はこれぐらい一瞬で切られてしまいます。そのトイレットペーパーをもう一回入れてくれって言われたそのオーナーさんからのお願いに対して、我々もまた駐車場に入れるっていうわけにもいかなくて、さすがにそれに関しては駐車違反を切られるとは思ってなかったんですよ。スタッフももうだってやること決まってるじゃないですか。トイレットペーパーを設置するだけなんですよ。トイレットペーパーを置いていって写真撮って帰ってくるだけなんですよ。その間で切られるって本当に運がないですよね。しかし注意をしなければいけないということを改めて痛感しました。私たちの仕事の民泊清掃は駐車違反との戦いでもあるということを理解してください。大前提として駐車違反はしてはいけないことは分かっているんですけれども、一瞬車を開けた時に取られる駐勤というのが我々にとってものすごく痛い出費になってしまうというお話をさせていただきました。私のチャンネルではこのように民泊清掃や民泊に特化したお話を、していきたいと思います。何か気になる内容がありましたら、ぜひぜひコメント欄の方に書き込んでみてください。 Twitter と Instagram もやっておりますので、ぜひフォローの方をお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。